はい、地プロジェクトへようこそ、ちいさんです。龍が如く6、命の歌、続きやっていきましょうと思いましたが、サブストーリーというか SNS です。児童公園のトイレになんか紙がないやつがおるらしい。児童公園、私この奥かな。違うわ、劇場前通りの向こう側だ。あれだね、ちょっとあれなんだけど、テロリストかなんかの話だな。紙がないわい。どうした。それが紙がのうて困っとるんです。これがありゃの。ポケットティッシュ欲しいんだね。ポケットティッシュは多分普通に売ってるんじゃねえかな。一番近いポッポはライズアップだね。ここポッポ、あ、ここだね。え、なんかこういうのよくサブストーリーとかであるけど、確かなんか龍が如く自体でもなかったかな、こういうサブストーリー、紙がないみたいな。いらっしゃいませ。あるある、安っ。ありがとうございました。はい。いやね、おかげさまでって言い方が合ってるかわからんけど、結構指治ってきましたね。はい。もう痛みはないね、ほぼ。ちょっとあんま患部を触ると痛いけどね。うん、だいぶ治ってきましたので戦います。これがありゃの。はいよ、持ってきたよ。はい、どうぞ。これでいいか。そう、これです。ありがとう。なんか切羽詰まった感ないけど。困りましたね。どうした？トイレで紙がないなんて、ある意味ひどいトラブルかもしれませんな。桐生さんの優しさに感動してしまいましたよ。たまにはこんなトラブル解決もいいかもしれません。なんでお前知ってんのこれ。やれやれだぜ、ほんと。また。親切な人が紙を持ってきてくれました。ありがとう、背の高い子を持てる人。なんで顔してんだ、怖えんだけど。どっから見たろ。もう。あ、爆弾だ。これちょっとやりたいな。この前できなかったからな。さあ、どこだ。でもなんか。わかった、その調査を受けてたつ。ただこれどこかわかんないんだよね。あ、ここ前と一緒や。お前そんな何回も通じると思うなよ。あれはね、ミレニアムタワーだ。この前目の前まで行ってなんかコードどっちかでミスって死んだ。そんなん通じていいの思わない？この前どっちのコード切ったっけな、覚えてねえわ覚えてねえな、そこは覚えてないわ。降りれる？ここ、あ、降りれた。行くんだっけ。エスカレート。待った。ん？あれ、上行けるんじゃなかったっけ？ここか。青引いてみようかな。これノーヒントなんかな。わ、緑か。緑。しまった。難しい、わかんねえこれ。ノーヒントだよな。今度はじゃあ赤切ってみるか。もう死なないと分かった瞬間ね、もうパチパチ切りますからこんなもん悔しいなあ。割とね、なんかチャッチー爆弾だから。あ、シアタービルから入れんのか。よし、でバッティングセンターに確か爆弾を仕掛けたって言われてたから。人、おお、めっちゃ、やめとけやめとけ。どっちだろう、こっちか。なんか怪しい人いる。黄色いジャージだ。なんだお前は。韓国人だ。中国人だった採用会のもんか。なんだと。今この町にいる中国人で悪そうなのはみんな採用界の人間だ。偏見すごい俺は採用界なんかじゃない。あんな連中と一緒にするな。ならお前は何だ。お前こそ何なんだ。初対面でいきなりふざけたやつだ。天下一通りであんたが道に黒いゴミ袋を置いてったって話を聞いてな。何？そのゴミ袋が爆発した時ちょうど俺も現場にいたんだ。やっぱりお前らが爆弾を仕掛けたんだな。もしかしてお前にその話をしたのは案内所の男か。だったらなんだ。なんとなく奴に見られていたのは分かっている。どうやら俺の顔を知っている男だったわ。確かに、なんで知ってんだろうね。最悪な人間だとか。あいつの口も塞がなくちゃ。そういう話。だがまずはお前からだ。構え方かっこよすぎるでしょ。お前なんて読むのこの人。ミョウさんかな。もうなんか一方的リンチになってるよ。もう姿勢の良さ全然釣り合ってないんだけど。何なんだお前。そいつはこっちのセリフだ。採用会じゃねえってんならお前らは何だ。街のど真ん中で爆弾なんか使いやがって素直に吐くとでも思ってる。逃げるんや。待て、止まれ。これはまずいとか言っちゃってるし。今回は許してやる。許してやんねえよこっちは。足速っ。あいつわざわざかく乱するために待ってくれるんだ。めっちゃ疲れてる桐生。さあいい加減吐いてもらうぜ。採用会じゃねってんならお前らは何だ。どうせ俺らが名乗ったところでお前には分からないよ。どういうことだ。俺らもかつてはカムロ町で名を知られた組織だった。それこそ東上会と肩を並べた時もある。いつの話だよ。我々の組織の名はジャカだ。ジャカ夏ラウカーロンのとこやんそうか、なるほどな。確かにその名前を聞いたのは優吾とくワンとかの話だね。ジャカはお前ジャカを知ってるのか。知ってる。最強最悪と恐れられた中国マフィア。ラウカーロンという男がそうすいとった。そうそうそうなんだよ。嬉しがってるよ。嬉しいね。若い頃はラウカーロンに殺されかけたことがあった。リアルショックが。その時は堂島組にいてな。俺は桐生一馬。桐生一馬だと。お前がお前らまだカムロ町にいたんだな。泣かないで。他にも仲間がいるのか。なんかこれ見よがしにバッといるけど。リーダーは爆発前街頭モニターに覆面姿で映ってた。あいつジャカなんだ。あいつか。昔日本にいたジャカを潰したのはお前だろ。俺はその立て直しのために日本行きを指示された。立て直し？ラウカーロンが生きていればそれもうまくいったかもしれない。ラウカーロン確かスリかなんかで死んだんだよね。本国のジャカ幹部たちはすぐにその見通しが甘かったことに気づき日本への興味をなくした。俺たちのことはもう日本に送り込んだことさえ忘れてしまっている。それかわいそう。組織からないがしろにされてきたわけか。国に帰ることもできずただただこの町でその日暮らしを続けてきた。そこへ来て例の採用会や後からこの町に来た分際で我々の挨拶もない。東条会との抗争に夢中でカムロ町にジャカがいるとも知っちゃいない。そりゃそうだろ、ちっちゃすぎるよ。おいちょっと待て。それじゃお前らまさか自分たちの存在をアピールするためにそれだけのためにあの爆発騒ぎを。せめて採用会の連中に嫌がらせしてやりたかったんだ。お前らの気持ちも分からないわけじゃない。だが陰で採用会に喧嘩を売るのはやめておけ。俺が少し調べただけでお前らにたどり着いたんだ。採用会がその気になりゃすぐに足がつく。本当だよ、普通に潰されるよ。お前らに勝ち目はねえ。皆殺しにされる。怖い怖い、皆殺しっていうワード怖い。くそー。この先どうするかはお前らの勝手だが無駄死にはよせ。爆弾騒ぎの件は目をつぶってやる。え？こっちもお前らに構っている暇はない。今まで通りおとなしくしてるんだな。おとなしくしてなよ。あいつが堂島の竜か。今の我々が勝てる相手じゃない。負けたよ。もしもし。桐生一馬だね。もうなんでバレてんだよ。お前誰だ。ラウカーロンの亡霊といえばわかるかな。ジャカだわ。ジャカか。何の用だ。ラウカーロンの名前引っ張ってやんなや。ご挨拶をさせてもらっていないと思ってね。お前らと付き合う気はない。うんって。ああ、なんかあのジャージのやつなんか謝ってるぞ。こっ死だよ、桐生。やめろ、お前。このことは覚えてるか。覚えとるわ。こいつはあんたからの忠告が身に染みたようでね、採用会から手を引こうと泣きついてきた。つまりこのやばい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 、やっぱジャカやばいわ。組織の秩序を乱そうとしてる。あんたのせいで俺はこの男を殺さなくちゃならん。止めたければこの間こいつがいた場所に来い。一人でだぞ、待ってるからな。見づらい、あのモニター。そしてどうやって伏せたか。恨み持つ者たち。結構ヘビーなサブストーリー多いですね。タクシー使っちゃおう。かしこまり。それでは出発いたします。はいよー。ってことは今のジャカの、総帥なのかリーダーなのかに会えるってことかな。ワンチャンホテル街とかの方が近かったな。なんだ。いやー、もうやられてる。大丈夫。おい、生きてるか。なんとか桐生か。たく自利品の挙句仲間割れか。本当だよ、一番言っちゃダメなやつだよ。覆面かぶったあの男はどうした。いねえのか。こっちだよ、桐生一馬。結構いい声してるんだよな。覆面かぶってる。別にお前にしてみりゃそいつらに殺しにしたとこでへでもないだろうに。こんな手の込んだ真似しねえでもお前の方から俺に会いにくりゃよかったんだ。営業妨害にならないの大丈夫。ああ、そうだな。だが呼んだからにはそれなりの理由があったってことだよ。彼らはジャカが本国から送ってくれた精鋭たちだ。何？桐生一馬の居所を突き止めた。あ、なるほど。報告したらすぐに手配してくれたよ。我々の組織は日本支部を潰してくれたお前への復讐を決して忘れはしない。忘れてなかったんだ。だがせっかくお前を見つけたというのにこいつらときたら筋金入りのボンクラでね。お前を思ったより悪いやつじゃなかったとか寝ぼけたことを言って何も動きやしなかったんだ。街頭モニターのジャックも爆弾の手配にしても結局全部俺がいないと何一つできん。まったく呆れるだろ。さあな。まあここで俺がお前を始末して名をあげりゃジャカもまたカムロ町に島を持つことができる。そうなんだ。その時ラウカーロンに代わって日本支部を仕切れるのがこの俺だけさ。そんだけ頭数が揃ってんな。名前も聞いてないけど次期総帥の名前を俺が手加減してやる必要はねえな。みんな同じ構えだ。上等だよ。好きなだけあがいて死ねえ桐生。名前はそうさ。割れちゃった。いやーレイヤー銃の使い方おかしい。おいった、極み出たのにな。孫さん切った。孫さん弱いぞー。ラウカーロンの粘り一切なかった。あ、ねえこれさ業務妨害じゃないの。おっとなんかちょっとこっちの方が強いやんけ。ちょっとこの人の方が強いのなんなん。ラウカーロンちゃうわ。あの孫さん一切なんかあれなかったよ、手応えなかったよ。今のフィジカルで勝ったな絶対。なんだよこれ、そんなバカな。結構流暢な日本語喋るな。揃ってたはずなのに。俺も舐められたもんだ。ジャカの幹部たちにはこの程度の連中で首取れる相手だと思われてんだな。結構ほぼ全員相手にしてたけどな。本気で株主進出なんて考えてるなら、ジャカも少しは採用界を見習うと。何をアドバイスしてんねんこいつ。連中は100や200じゃ効かねえ数の兵隊をカムロ町に送り込んできている。おまけにその兵隊たちを仕切っている幹部はお前みたいに小利口なだけの小物じゃねえ。俺が小物だと評判通りやっぱり甘いな桐生。俺にとどめをさせねえか。俺を生かしとくと後で後悔することになるぞ。お前は大口ばっか叩いてねえで、もう少し周りをよく見るんだな。ああ、子供への対応だよ。お前危うく裏切り者に殺されるところだった。おかげで助かったよ桐生。俺のことボンクラだって。確かにお前は頭いいもんな。ちょっと待ってくれ。あれはいいから黙ってろ。これからたっぷり可愛がってやる。あら桐生一馬、我々の組織があんたに手を出すといつもろくな目に遭わんらしいな。そりゃそうだろ。疫病神だよ。そうか。そりゃそうだろ。我々はしばらくおとなしくしてることになるだろう。殺しはしないんだね。殺しまではしない。安心していい。オッケー。ああ、そうしてやってくれ。じゃあ。あまむちゃすんなよ。この町に堂島の竜がいる限り、いずれ採用会もカムロ町から手を引かされる。だから我々もその時までは安心して引き下がっているよ。あとは七福通り北と七福通り。あ、西と劇場前通りの交差点か。ここでなんかあるっぽいけど、案内所の前あたりとか。案内所っつったらここか。あ、違うわ。しつこく女の子に絡んでるなんかし。きなかったわ。どうも。何をやってんだ。そんな若い子じゃないじゃん。しかもお金50万稼いだ。気をつけろよ。気をつけろ。ありがとうございました。ナンパシーレンジ派手にボコられてたぜ。天罰ってやつだな。それにしてもボコってたやつすげえ強かったなやめろ、書くな、恥ずかしいわ。もうでも桐生ももうね、だいぶおっさんだからね。おっさんってかもうおじいちゃんに片足突っ込んでますからね。こんなんでもすごいよ。貫禄がすごいよ。相談してもいいかな。あ、劇場前も落ち着けがなってね。なんかすごいの持ってる。あ、えへー、ダーン。おい、邪魔やろうがここ通行の。怖いな、こんなんされたらな、車の前で。中村さん、あなたは何そんなんだろう。ほら邪魔って言われてるでしょ。ほらうえー、すげえ人間が飛んだ。どこ行った。引かれますよ。ほらあっちに行きなさい。うえい、うえいとか言っちゃった。頭悪そうになっちゃう。劇場前になんでナンパし片っ端から全部潰していかないといけないんだよ、私が。おかしいだろ。こっちちゃうわ。カムロ町のマップすらしっかりまた頭に入ってる。続ナンパ師を倒せ。何をやってんだ。こっちは可愛い女の子だね。仕方ねえ。おいった、そんなん持っちゃいけないんだ。これは没収です。はあ、殺人だよったく時間食っちまった。はいよなんか連中ボコられてた。柄悪くて迷惑だったからすげえありがたいぞ。ボコってくれた人グッチョ。こいつあれ、こいつアイコンが一緒だな。アイコンが一緒だな。気をつけろよ。ありがとう。じゃあね、この案内所の前通ると SNS を送る。びっくりした。めっちゃびっくりした。今何出てきたかと思った。なんかキモい SNS 来たな。桐生さん、いかがわしいメッセージだな場所がどこでも書いてねえし、ただの悪ふざけか。しかしこの玲子って女、そそられないことになるなんでそそられる。場所さえわかる。もうじゃねえよお前は。もうしゃあないな。それ行きたいな。これスマイルバーガーの前やな。桐生も男の子やったんやな。ここどこやここどこや。あ、ここか。スマイルバーガーってあれじゃん、南川じゃなかったかな。ミレニアムタワー。さっき私ご飯食べた気すんねんな、ミレニアム。あ、じゃあスマイルバーガーで。正解だった。ああ、赤なんだ。終わった。やるじゃないか。とりあえずは褒めてやろう。だからこれで勝ったと思うなよ。はい。まだやる気なんだ、あいつ。あ、ここかも。ここだな。え？誰も来てくれないから場所変えちゃった。今ここで休憩中。え、セガか？場所を移しちまったみたいだな。ただまだ他の男と落ち合ったわけじゃないらしい。分析すな、冷静に。場所が分かれば会えるんだから。何をしてんのこいつは。いや、何をしてんのマジでもう。クラブセガじゃないような気がするな。あれ劇場通りのセガのような気がする。セガなんだとしたら。なんもしとらへんやろうがいい。こっちは走っとうだけじゃいい。多分この辺だろう。あ、どの辺だ。なんか来ちゃった。劇場前でボコってる連中がいるねえ。うるさいなお前ほんまに。経験値になれ私の。真島さんと似たようなガラシャツ着てる。なんかさ思ったけどさ、この前動画編集しながら思ったんだけどさ、桐生の携帯の持つ位置って完全に老眼の位置だよな。しばらく寝てろ。あいよ。あれ劇場前じゃなかった。ちょっと奥かな。ここか。あ、やってんねやってんね。何をやってんだ。ああ、ダイレクトに踏むタイプのあれだ。染谷なんだけど。はい。ああ。みんななんか持ってる。怖っ。危な。手間取らせる。このターンめっちゃ綺麗だよな。もうやめておけ。おかげさまで助かりました。ああ、いいよいいよ。ちょっと今出会い地してからまた後でね。絶対このセガだわ。どの辺だろう。この辺かな。必ず。あ、ここだ。休憩終わり、またまた移動してます。今日はもう帰ろっかな。玲子に会えるラストチャンスだからね、待ってるよ。ちょっとむずいなこれ。またしても動かれちまったか。今度こそ追いついてみせるぜ。なんだろうこれ。どこだろうな。これ吉田バッティングセンターっぽくない？これむずくない？これ屋上っぽいな。なるとこ行ってみる。ほんまに今日なんか絡まれる日やな。なんでお前普通の人間がこんな刀持っとんねん。なんやおうちの家宝持ってきたんか。ほら栗田、いい名前ですね。何？しばらく寝てろ。わーい。多分屋上だと思うんだよな。ここの屋上ではないかな、さすがに。あ、あ、ここだわ。ここじゃな。ツツモタセかな。あ、違うわ。ただただ溜まってた人たちだった。ごめんなさい、ごめんなさい。自販機もう減っていってんだけど、最初3つあって2つになって、あともう1つになっちゃった。ああ、間違った。テナント募集中。もう秋山店やんないのかな。いやー、でもこんなとこじゃなかったな。カラオケ館じゃなかったもんな。あれ、ここだったもん。ようじゃねえよ、おめえ。やっと来てくれたんだ。おう何やってんだこいつは。まったくも期待してたよりずっとかっこいい。それはわかる。玲子のツイートを見て来てくれたの。この年で一人称自分の名前きついな。ああ、そういうことになるかな。そっか。絶対つつもたせだと思うんだけど。もうやる気満々。なにこれ、どうしたらいいんこれ。めっちゃ見たい、めっちゃ聞きたい。黒田さんの口説き文句聞きてえ。これ3つ目は絶対ちょっとなんか違うもんな。なんか我慢、なんかやる気満々って言われたから、こういう直接的なことは言わん方がいい気がする。もう我慢できないよ。やだ、もう野獣みたい。野獣みたいね。あなたのお名前聞かせてくれる？あるわ、 X ビジョンあるわ。俺の名前か。キモいキモい、一番上。やばい、じゃあ伊達さんの名前売るな。桐生一馬だ。桐生一馬さんね。やばいんじゃない？これやばくない？じゃあ桐生さん、私のこと好きって言って。大丈夫かな？お前のことを俺が何回も言わせないで。恥ずかしい。なんでそこで困惑したの？でもどこにカメラアップしてんだ。そんなでかくなくない？好きってこれ着地地点がわかんないんだけど、誰か出てくるかと思ったけど、そうでもねえんだ。どっか玲子が好きだ。今すぐ欲しい。すごい。もうなんかゾワゾワするな。あ、来た来た来た。オーケー、そこまでだ。バッチリ動画で撮れたぞ。やべえ。ネットに釣られてホイホイ出てきた挙句に、これは確かにおもろい動画になってる。恥ずかしい会話。おっさん、いい年してこんなもん取られたら死にたくなんだろう。いやー、玲子、ご苦労さん。え、何で分け前が出んのこれ。あ、金をゆするってこと？ごめんね、おじさん。でも楽しかったよ。それじゃあね。これはこれでよしか。あはは、しょんぼりしてない。ちょっとごめん、桐生。なんか私がやれやれってゆえゆえってなったから。じゃあ今の動画をばらまかれたくなかったら200万出してもらおうか。コント出ねえよ。なんだと？もしネットにでも流れたら、奥さんや子供も全部ないんだけど。職場に知られたらクビになっちゃう。職場とかもない。するとどうだ、200万でも安く感じるだろう。あれ、失うもんないぞ。なるほどな。これが今時のつつもたせってわけだ。今時も何も昔からずっとあるんだよ。引っかかる男がいつまでたっても減らないからな。あんたで多分20人目くらいか。へえ、めっちゃ大儲けしてるじゃん。200万払ってたよ。やばい。ってことはだいぶうまくいってたみたいだな、今までは。ああ？お前らに金取られた連中はスマホで撮られた動画を取り返しようがなかったんだろこれだけ頭数揃えられちゃ確かにそうなる。さっきはでもあとはおとなしく金を払うしかなかったのかもな。ふわふわな気流どこ行ったんだ。さっきから何が言いてんだよおっさん。俺は今からちょっとかっこよく言ってんの。お前恥ずかしい動画撮られてんだからね。力づくで全部奪うつもりだ。ああ？するとお前らが俺に金をせびる理由がなくなるな。まああんた多少は骨がありそうだけど。さっき11人ぐらい相手にしてたから。この人数相手に勝てる気なら相当おめでたいぜ。ここはカムロ町だ。たまにいるんだよ。絶対に喧嘩を打っちゃいけない相手ってのはな。面白い。やってみろや。ほらならず者。ああ外した。なんか今作はムーンサルトみたいなのやってくんなくなっちゃったな。でも一番真ん中で一斉良かったやつ誰だっけ。はいよ。嘘だ。すげえ腰痛がってるやついるな。スマホで撮ったって動画を消してもらおうか。お前らがこれまで騙した連中のも全部な。いや、でもそれはさっさとしろ。は、はい。はい、これで全部消しました。もう OK です。同じご確認ください。俺がそんな面倒する必要はねえ。動画を消し終わったって言うんならそれでいい。本当に消されてる。なら。ああ。今この場で全員。やっぱそうなるよな。自分のスマホを叩き割れ。叩き割れっていうのがまたね、気流っぽいよね。粉々になるまで叩き割るんだ。でもそんなできねえっていうか。やれ。ええからやれ。消させた理由よ。ああ、もう悪いことするからそんなんなるんやで、ね、もう。もう桐生もえげつないな。やめろ。そうよな、そらそうや。そうなの。悪いやつじゃなくてもそらそうや。スマホが人を呪わば穴二つ。誰かをはめる気ならこのくらい覚悟しておけ。桐生もなかなかやな。そうにしてもやっぱりうますぎる話には裏があるもんだな。実際ちょっとしょんぼりしてるじゃんやっぱり。じゃあね。おもろ。制裁のやり方どえらいえげつなくない。ここか。ここだわ。わかんねえわ。あの X ビジョンがあれだな、ヒントだったんだな。はい、ということで、じゃあ今回こちらで終わりにしたいと思います。すごく長くなってしまいました。ご視聴ありがとうございました。ちーさんでした。